はい、1月3日でもまだついてるんだね同じような景色だし同じような格好だし同じなでもまあコートだからね変わんないんじゃねふだんはあんまり俺ら買えないじゃんあんまりあまあね星野さんまずまあここまで第4戦目まで戦いが続いたわけですよはいでラストの第5戦目やっぱね最後は最後最後の最後はね俺と星野でね決着をつけたいってことになったの つけるか。え、今まではさ、ちゃんとした競技だったじゃん今回、俺からの持ち込みスポーツを。吉田からの持ち込みスポーツって、星に全くいい思い出がないような気がしなくもないけど。んあるわけねえじゃん。ないよ。あ,あ,ある方がない題<だ>名、言ってもよろしいでしょうか聞きたくない。言ってもよろしいでしょうかよろしくないけど、まあ、すまないからいいよ。題して、題して、してお年玉、争奪、ガチでーす。 これ落としたもん増えんじゃねうん増えるよおやったじゃん、えー、このレースは1から9まで封筒があるんですよ<お>俺が用意した1から9の封筒の中にお金が入っておりますおガチかガチです <laughs> ガチ<か>で,でまあ俺し士のでお互いに1から9で、まあ、偶数奇数でどっちを選ぶかだから奇数を選んだら135とかになるわけですよ で偶数だったら2、4とかでの封筒が置かれるわけですよ。で、9だけはとりあえず残します。で、まあ、たた例えば、そしたら、まあ、星が偶数を選んだ場合、2、4、6、8ですよ。で、俺が1、3、5、7かの封筒になります。そうすると、ちょうど、まあ、数が一致するって4 4個4、4個ずつになるじゃないですか。それを、ここから道沿いに配置していきます、部分部分に。俺と星がちゃんと決めた位置に、ね、置いていきます。はい、で、レースをします。 で、そのレースはチャリを使って行います。で、封筒を回収していきます。1、2、3、4のスポットで回収していって、着きます。ここのスタートエリアに。もう一回ゴールに戻ってきて。一周して戻ってきて着きます。着いた時のタイムと、タイムをまず測る。タイムの勝った方が、その金をもらえると。タイムの勝った方がち違います。あの、9番の封筒がもらえる。まず。わかるわかるよ。わかるでしょ、うん それだけ有利になるのは分かるでしょまあ,まあ、ね、だ9番の封筒がもらえる。<ー>で、そしたら、あれだね、4枚対5枚になるから、もう間違いなく5枚取った方がちょっと有利。ちょっと有利な可能性が高い。勝てるとは言ってない。中身のね、内容は違うからね。高い。ってことになるじゃないですか。だから、スピードをまあ重視したい。でも、最初の偶数奇数の選びも重要。ランダム性があるからね。っていうレースです。 なるほどいかがでしょうでまあ、最終的な金額を競うというなるほどはいいいじゃないですかはいお年玉争奪レースここででやるんですかここのこっこからこ細い道が続くの分かりますビアってあと<ー>で言うんだけどこれビアって続くのねでこういってこう学校がある,あるじゃんあ<ー>で一直線でこうやってまっすぐ行ってこうやって戻ってくれば一周するんで、ね、ここのレースコースを だからそこのあのあ赤いところがスタートだしゴールでいいんじゃないかなピコピコしているところがあそこねうんで俺らで4箇所に置いてまあき競うという感じですで、まあ、開封場所はここでいいんじゃないまた光ってるし<ー>はい、はい、やっていきましょうじゃあ星野さんグースと競いどっちにしますか選ばしてあげましょう何でもねやっぱ一番になりたいと思うんだよ、うん まあそこ気持ち大事やからね。気持ちで分けちっちゃ,い分けちゃうのに。もう今年入ったから気持ちあれ、もう改めてね。うん。まあね、新規シ,シンキングでい、うん、きますから。うん。まあナンバーワインになりたいと。うん。奇数で。うん、わかった。じゃあ、1、3、5、7で。じゃあ俺が偶数で。ちなみに星野さん。なんでしょうあの、1番手、2番手はやっぱ1番手ですかあ、まあでもいい。でも、鳥を務めれるのは2番手だからな。<laughs> 1番手の方がいいけど、うん。 まあ、ちょっと選ばせてもらったからね、うん、まあ、公平にいこうじゃないですか、うん、2>, <う>2番手がいいはい星野,1番手じゃあ星野さんからスタートでよろしいでしょうかいいまあ、まだ一回ね置いてそう配置する場所をね決めようっていうことでああいいですよ一回封筒を分けていきますよでも勝ちますよ勝ちますよああじゃあ星野さん1個目仕掛けるんですか1個目ね スタッチ点かちょっとあんま離れてないところね4分,の1 4分の1も来てないかな<う>おこれでいいあ、これじゃないこれだとタッチのごですかああわかったじゃあ ポイ捨ての、こっち右ぐらい。わかったわかった。じゃ、ここね、一個仕掛けるんですか仕掛けますなんかまたポイ捨て見えますけど。なんかポイ捨て禁止のとこにさっきはポイ捨てしてる気がし,しなくもないんですけど。いポイ捨てじゃない。置いてる。置いてる。仕掛けてるうん。一番持って帰らずのスポットだけどね。まあ、これ二番目はここ。<ー> OK。ポイ捨てがお好きだな、星野は。もっとポイって置いたよ。て <laughs> か同じ風景を見てるよ。壁が黄色になったけどね。でここが三番目ね、スポット。 どこいたいどこ行ったあ、そこああ挟むのこれをぴゃって取るのそう。これあのさっきの神社の <laughs> ポスターやんけ。<laughs> え、じゃあここぴゃって取って最後一直線ダッシュそう、ピャーで。わかった。じゃあ、ちょっと、ピーでっとダッシュで俺が後で一回コース回ろうかな、一瞬だけ。わ<あ>かりやすいし。じゃあ、これで仕掛け終わりました。俺も同じやり方でやります。イエイはい。一回こう紹介してから、 レースに移ります